あんたのサッカー。時津風親方らが近くの車の中で待機していたということです。頑張れ。こうした一連の経緯について警視庁は恐喝未遂の疑いがあるとして調べています。日本スポーツ協会の調査で野球クラブの記者として報酬が力士や親方など60人。今日はキャベツやレタスやカジキのフライト。この中でキャベツいずれも幕内力士で佐渡ヶ嶽部屋に所属する小結びの琴奨菊と八角部屋に所属する沖縄人も野球賭博をしていたと申し出ていることが新たに分かりました。はい、さん。これで力士や親方で野球賭博を持ちかけたことが分かったのは合わせて15人になります。ちょっと眠いね。また外部の有識者で作る調査委員会が野球賭博や